こんにちは、ガースーです。で始まった先日のニコニコ放送ですか、こちらの方でね、菅総理大臣が出て行って、まあ第一声がね、こんにちはガースーですね、こんなこと言ってる場合じゃないんですよ。まあ各所で言われてますけども、これはですね、誰かが入れ知恵したんでしょうね。きっと安倍総理が緊急事態宣言中、星野源さんのお家に帰ろうかなんかのね、テーマソングに合わせて在宅でね、のんびりとしてるところを、まあ、動画でインスタグラムアップしてたみたいで、それ批判を浴びたんですけども、あれと似たようなテイストしますね。で、菅総理が今回言ったことはね、あの分科会の尾身会長も移動については感染は低いと提言をかつてしていただいてるんですって言いますよね。これ自分でも言われてますけど、かつてですからね。しかもこれ言わせてるわけなんですよね。 GoTo キャンペーンをするために移動については感染リスクはないですよと言わせてるんですよ。でもね、移動して人がこう行き来する中で感染症ってそこでしか広まらないのはなんかね、すごいですね。そういう、もうなんというんですかね、なんですかね、これはね、誰が聞いても明らかだろうみたいなことを意見シャーシャーと言ってのけるのは安倍総理とね、似たようなもんですね、これはね。だから菅総理もなんかさらに立ちが悪いのかなと思っちゃいますよね。で、こんにちはガースーですっていうよりもね、こんにちは令和おじさんですの方がまだね、まだマイルドだったと思うんですけども、いやーダメですね、滑っちゃいましたね。で、移動については感染リスクが低いと言ってるのはもうかつてですから。最近その提言をした尾身会長っていうのはね、直近で何を言ってるかっていうと、 GoTo をやめるべきだと言ってるじゃないですか。で、個人の努力のレベルを超えたんだと、これは国が出動して介入しないとダメだ、要するにこの生活保障をしながらね、移動をしないように皆さんに呼びかけていくってことなんですよ。移動するなという命令をしながらその裏で保障するっていうね、最初から当初から叫ばれてたことですよ。こんなこと考えない閣僚が一人でもいるんですかね。いや、国民はみんなそう思ってますよ。もうなるべくなら自分の人との接触を避けてね、人が接触するってことは何らかのウイルスが媒介する可能性を高めるってことですからね。だってウイルスが蔓延するのって人と人が会わなければこう広まんないですからね。人と人が会うからなんですよね。だからその人と人との移動を最小限にして、少なくとも移動の人の移動をね、促進するようなその追い風を吹かせないっていうことは大事だと思うんですよ。 GoTo なんとかキャンペーンがなくたって、物は食べるし、物は買うし、移動する人はするんですよ。必要最小限の行動と、それから飲食の機会は与えつつ、それによって起きるダメージ、不要不急と言われたそこの分ですね、不要不急というカテゴリーに対しては、まあ、エンターテインメントとかレジャーとかね、余暇とかっていう部分はこれに携わる産業に対しての保障をすると、それによって不自由な思いをした国民に保障すると。財源はどこだって言ったら国債切ればいいわけですよ。この緊縮財政が、ね、根っこにあるから全てがおかしくなる。全てが緊縮財政を元に考えてるから全ておかしくなる。緊縮財政のおかげで何もかもうまくいかないわけですよ。で、今回ね、もう本当に山ほど言いたいことがあって、随分動画出してきましたけども、特別定額給付金です、これは。私はしつこく言い続けますからね。未だに言ってんのっていう方がいます。未だに言いますよ。だって出ないんだもん。出るまで言いますよ。いや、出ても言いますよ。これは特別定額給付金ね、山本太郎さんがね、未だに毎日のように凱旋してますよね。コロナ騒動が収まるまで毎月国民に10万円ずつ配れと、144兆でできるんだと言ってますよね。どうですか、毎月10万入ってくれば、それこそね、見通しがつくし、ちょっと落ち着いて自分の周りを整理しようかなと思えるでしょう。で、毎月10万が入ってくると思えば、生活困窮でね、お亡くなりになるっていうかね、死を選ぶ必要のないわけですよ。10万円あったら生活もいろんな意味で立て直せます。もしかしたらその10万円を機会にね、もう自分らしい暮らしを再構築しようかなって方もいると思いますし、まあ、低所得者の方も10万円あったらかなりね、低所得者の方の10万円ってのはでかいですからね。だから平均年収400万とか500万みたいな方が毎月10万、嬉しいけども、でもすぐには使わない可能性がありますよね。すでに普段使ってるものはその自分のね、収入の中で賄えてますから。だからそこは不要不急のお金になりますから、不要不急のね、まあ用事、まあ貯金に回る可能性はありますよ。でも大抵の人はね、生活苦しいわけですよ。で、生活苦しいから困ってるわけですよ。で、お金を使えないからデフレになってるわけですよね。で、所得が低い人が、例えば生活保護の方ね、最近私テーマにしてますけども、どうやってね、余剰資金使うんですかってことですよ。余剰資金がないですよ。そればかりか切り詰めてやっと暮らしてるわけですよ、ね、そうなると
生活保護の方にどんなにセールスかけてもお金がないから物は売れないんで、企業の方が儲からないんですよ。企業の方が儲からなければ企業で働いている方の収入もあんまり上がらないし、上がらないけども頑張らないといけないから残業は増えるしってことで、もう1日15時間16時間働いて手取りが15万みたいなことになるわけでしょ。で、手取りが15万になって、例えば私がね、生活保護のちょっとね保護費上げた方がいいんじゃないのって言ったら、おいこっちが働いてんのに、で15万なのに何言ってんだよ、上げるなとかなるじゃないですか。働いてる人から見たら自分よりも生活保護の人の収入が低ければ満足なんですよ。高ければ不満なんですよ。それは気持ちわかりますけどね。でもよく考えてみてください。こちらの収入を先に上げるっていう提案もありますけども、でもね、生活保護の所得を最初に30万にしたら、この方は今まで使えなかった10万なり20万なりが生まれるわけじゃないですか。そしたら毎月10万20万をね、全部とは言わないですけども使うようになるわけですよ。どこで使うかって言ったら、こっちでブラックロードしてる人の会社の商品とかサービスを買うわけですよ。そしたらこの業績良くなって給料上がるじゃないですか。両方良くなる。こういうふうなロジックでね、どん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 こううまくいくんじゃないかなと思うんですよ。そして月にね10万そこそことか15万そこそこでやってらっしゃったが、切り詰めなくてはならなかった生活保護の方が余剰資金ができることによって、いろんなチャレンジをする、いろんな事業育成をする、そういうことによってもしかしたらね、社会にものすごくプラスアルファなサービスとかね、商品を生み出すかもしれないんですよ。そうしたらまたみんなでハッピーじゃないですか。それがこの生活保護から抜け出すっていうね、本当ね、いいストーリーになるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん全員がそうなるとは限らないですよ。それから不正受給の問題もあります。不正受給はね、生活保護に関しては書類が通れば不正じゃないんですよ。だって役所が OK って言ってるわけですから、それは役所の手抜かりなんですよ、どっちかって言ったらね。だからそっちを追及しないといけないのに、お金もらってる人を、ね、責めてもしょうがないし、そもそも生活保護の不正受給なんてむちゃくちゃ無視してもいいぐらい少ないですよ。それを言うんだったら会社に勤める方ね、公私混同してませんか。会社から支給されたボールペン持って帰ってるでしょね。それだって不正受給ですよ、不正取得ですよ。会社のものは会社のもの、 USB1 本持って帰らない。会社で支給されたものは会社で使うものは、ね、家でパソコンを持って帰ってね、在宅でワークしない。もうそれはね、会社の資産なんで会社の外に持ち出してダメですよ。だからクラウドでね共有っていうのも基本的にはダメですよ。自宅で仕事するわけですよ。自宅で仕事したらひょっと後ろでね、息子さんとか見て会社の情報盗むじゃないですかね。まあ、こういうふうな考え方ってのはあまり良くないのかもしれないですけども、でも自分のオフィス以外に自宅にね、会社の秘密情報があるとか、あとスターバックスでこうやって仕事してる人もいますけども、スターバックスこそ危ないですよ。ちょっと席離した瞬間にパソコン持ってかれたらもう終わりですよ。企業情報、そこにね顧客情報あるわけですから、顧客情報の流出、これこそ不正取得じゃないかなと思います。だから働いていらっしゃる方もね、知らず知らずのうちに公私混同したり不正取得してるわけですよ。だから一部あるのはしょうがないっていう考えもあるじゃないですか。それはもう 100% 会社の情報をね漏洩しないってことは難しいよとか、会社の備品と自分がビジネスマンとして働いているものの共通のものとかね、できちゃうよとか、うん、それこそね、細かいこと言ったら会社から支給された名刺を家族に渡すのもこれはどうなのかなっていうところになっちゃうわけですよ。でそこまでやったらもうやってられないでしょ、うん、だからね、やっぱり全部 100% きれいにはならないんですよ。だからそこは大部分の方がうまくいってるんだったらよしとするということでね、生活保護の不正受給もどんなに細かくやったってどっかでね、その不正受給って言葉は出るんですよ。でそのたった一部の不正のあることによってね、全体の人が肩身の狭い思いをしないように配慮してあげるのが、私たち生活保護を受給してない、国民のね愛情じゃないかなと思うんですけどね。で繰り返しますけど、不正受給じゃないんですよ。受給されていたらそれは役所の人の手抜かりですから、役所に文句言ってください。それは不正受給してる人を責めてもしょうがないんでね、うん、だからちゃんと厳格にあれですよね、分けてくださいよぐらいのことは言ってもいいと思いますけども、でもねこれ厳しくすぎると、本来受給するべき人が、役所の人が本当にその人のね、申し込みをしてきた人の実態がわからないがゆえに間違ったサイトを下すこともあるんですよ。要するに間違って受給にサインしちゃう場合もあるし、本当に受給するべき人にね、あちょっとこの人はダメかなと思って NG 出しちゃって、その人がね餓死するみたいなね、そんなことも起きるんですよ。まあ人間のやったことなんでね、ミスも起きますし、それも根底にあるのが緊縮財政ですよ。緊縮財政で生活保護の予算を削れなんてことを言う人がいるからね、じゃあこの人は跳ねておこうかになるわけですよ。でも生活保護の受給のね窓口に来るだけでもすごい勇気ですよ、ね、それをねやっぱり冷たくあしらうともう来なくなっちゃいますから、でその人はいいことにならないわけじゃないですか、うん、だからね、まあ私が言うのもねちょっとおかしいですけども、多少の不正は目をつぶって大盤振る舞いしてもいいんじゃないですか、うん、まだまだだから足りないですよ、生活保護の費用もっともっと出してあげないといけないんじゃないですか。
もう救われないですよ国民は。だから今回ね、国民生活支援特別定額給付金が出る出ないって問題で多くの方が関心を寄せてますけども、同じように生活保護を申請される方も、ああ自分は出るんだろうかどうだろうかって同じ気持ちですからね、私も同じ気持ちですよ。まあそういう形でね、もう自分以外はもうどうなってもいいんだとかね、生活保護の人はどうなってもいいんだとかね、金だけもらって楽な身分だって、そういうね妙な考え方をなくすことですよ。関係ないじゃないですか、人がどれだけお金もらっても。自分の所得とかね、他の人の所得を比べるものではないですし、それからやっぱりね、仕事をするっていうのは仕事をするっていうのが報酬ですよ。やっぱりそう思わないと。だって金だけもらいに行ってるわけじゃないですよね。自分が受け入れて、自分を受け入れてくれる場所があるとかね、気に入らないかもしれないけども、上司部下同僚と一緒に何かができるっていうのは、これはね大きな報酬ですよ。社会参画ってやつですよ。会社に、どんなに気に入らない会社に勤めてた人でも、昔勤めていた会社の思い出くらいあるでしょ。いや俺こんなことしてさ、もうとんでもない会社だったよって話すでしょ。でいわゆるそれはコンテンツになってるわけですよ愚痴というコンテンツですよね、まあだからあんまり悪いところばっかり見ずにね、どうしたらもっと良くなるのかなとかね、何か自分にお手伝いできることはないだろうかなっていうふうに考えていくと、生活保護費用がね上がったぐらいで、ケチケチ言わないでくださいということなんですよ。生活保護上げればいいじゃないですか。そんなにいっぱい上がったら、生活保護をねいっぱい受給してる方のところに営業に行っていっぱい仕事もらったらいいんですよそしたら両方とも儲かるじゃないですか、こんな考え方乱暴ですかね。まあいろいろと話しましたけど、今日はこんな感じかな。では失礼します。